どうも、ハイチです。今回は普段ね、勉強動画を使ってくださってる、特に中学3年生の皆様に、これから投稿するね、投稿していく動画についてお知らせがありますので、よかったらお付き合いください。で、何の話かっていうと、高校受験対策っていうシリーズがあるんですよ、自分の動画にね。去年まではその受験対策って数学をねメインで取ってきて、まあ理科もちょっと取りましたけど、で数学メインだったんですよ。で今年はもうほぼほぼ理科のみで行こうと今のところね予定しております。でその理科の再生リストのことなんですけど、例えば数学のね受験対策の再生リストって、図形とか関数の問題とか、まあ、詩種とかね、証明とか分けて作ってるんですよ。で、理科も去年までは実験とか、あと電気とかね、分けて作ってきたんですが、今年ね、再生リストそれちょっとやめます。理科に関してのみね。で、なんでかっていうと、理科って分けにくいんですよ。どうしても。音とかさ、光とか、もう全部分かれてしまうので、ごめんね。それをさ、全部作っちゃうと、ごちゃごちゃしちゃうから、もう、高校受験対策の理科はここに全部入ってますっていう状態にしてしまいます。ただ、それだと、じゃあ自分は植物が苦手だから植物やりたいなと思っても探すのめんどくさくなるじゃないですか。だから、サムネイルと動画のタイトル、サムネイルってあれね、動画を選ぶ時の画面に出てるやつね。その2つには単元乗っけるようにしますので、一応再生リストは全部入っちゃってるんですけど、いろんな単元が。ただ、選ぶ時にはサムネイルか動画のタイトルで、単元選ぶようにしてもらえたらと思います。ちょっと数学と勝手が違うんで、そこをまず混ざらないようにちょっと今回ねお知らせしたかったっていうのと、あと去年まで撮ってた詩種っていうシリーズ、この死んでも守るっていう詩種ね。でこれは数学も理科も共通なんですけど、実際にね受験出された問題でも基礎問題っていうか簡単な問題って必ずあって、それを詰め込んだやつが詩種です。ただ単元分かれてないんです、ごちゃ混ぜなんですけど、どの偏差値をね、高校を狙う方でも、この詩種に出てる問題はできるようになってほしいっていう願いを込めて作ってるのが詩種なんですが、それだけは分けます。だから、これから、なんだ、更新されていく再生リストは、理科は詩種と普通の、受験対策っていう、この2個だけ。で、去年までに作った実験とか、電気は残しておくので、一応再生リストはいっぱいあるんですけど、更新されるのがこの2個。詩種と普通の受験対策、理科ね。だと思っておいてください。で、ここをまず覚えておいてほしい。1点でございます。で、2点目がですね、この高校受験対策、まあ、公立の過去問を主にね、使っていくんですけど、そのね、公立の過去問をそのまま使わせてもらったりとか、あとはその問題にちょっと自分が手を加えて、ちょっと改造して、使うとか、そういった形でやっていくんですけど、まあ、いろんな何年のさ、過去問であるじゃないですか。去年とか、一昨年とか、その前とか、過去問があるんですけど、一応、去年の問題もメインで使っていこうと思ってます。今回から撮影していくやつはね。で、みんなもこれから過去問をやると思うんですよ。特に、まあ、もう始めてる方もいれば、冬休みをね、メインでやる方もいると思うんですけど、例えば、去年の問題は、もうなんだろう、ある程度勉強できるようになってから何点取れるか確かめるために後で取っといてガチでやりたいみたいな風に思う方もいると思うんですよね。でも自分の高校受験対策を見てしまうと、もしかしたらみんなの都道府県に当たるかもしんないので、全く同じではないかもしれないけど、解いた時にあれこれなんか見たことあるなみたいな状態になる可能性が出てきます。もちろんね、いろんな都道府県のを使うので、そんなね、がっつり被るかどうかの確率はそんな高くないとは思いますけど、だから、それは嫌だなと。過去問やるときに初見でちゃんと解きたいなっていう方は、そんな思いをしないために、この受験対策はちょっと避けた方がいいかもしれない。これから取るものは特に。と思いますので、そこの判断だけはちょっとね、みんなに任せますけど、そういった形で去年の過去問をメインで使うので、そこだけ、把握もそこもね、覚えておいてもらえたらと思います。で、最後になんですけど、自分はですね、専門が数学なんですよ。学校の先生の免許も数学で取った人間なので、で、こう、理科みたいにね、専門外の動画を撮ろうと思うと、特に受験対策みたいにちょっと難しい問題を撮ろうと思うと、準備がですね、数学以上にかかってしまいます。一回問題を自分でガチで解いて、解説を考えて問題組み立ててってやっていくんで、ちょっとね、時間かかるから、動画の更新ペースがね、少し遅くなるかもしれないです。
ただ、まあ、受験生にはね、とっては一本でも多く投稿した方がプラスになるとは思ってるので、できる限り頑張るんですが、投稿ペースについては少しお許しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。といった感じでね、まあ、今シーズンは高校受験対策、理科、力入れてね、やっていきますので、受験生の皆さんもぜひね、一本でも多く見てもらって、点数アップにつなげてもらえたらと思います。はい、ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。撮影、頑張るよ。